や餌になる囚人などをこの中の地下室の方に入れまして、地下室の上を木の板で囲い、その上にジャングルなどを作って人間と猛獣の戦いをさせて見せていたのが、こちらのローマ時代の競技場コロッセオになります。そして目の前の丘がパラティーノの丘、ローマ時代の貴族の住居が見えてます。はい、この凱旋門がね、さっきね、あのシステラ礼拝堂にもいっぱい書いてあった、あとマラソンのアベベが一等賞を取ったところです。はい、この凱旋門ね、右の奥の方を見ておいてください。そして右の方がローマ時代の皇帝の住居、そして今信号の後ろにね、ちょっと赤いレンガのアーチというか、